ルフ城の防衛に駆けつける伊の国。部隊が騎団長を倒せば勝利になる。オーラバトラーにバーンとバラリアとは対決したい。移動力があり射程距離がある武器も備える。バストール、押し回りの良さには要形態。荘厳なエルフ城を背景にオーラバトラーができてる。オーラバトラー登場者のオーラ的制御をしてセッティングが可能であり、かなりのパワーを発揮できるが、実験機ゆえの不安定な要素も見られる。戦闘では特定のキャラが接触すると会話が入る様子。
夜襲に参加しなくてもエルフ城からの援軍が出ない代わりに出撃することになる。ドレイク軍の砦へ進軍。バーンのヴィランミー以外は気にしやすい相手ばかりの敵戦力。
ジェリル・クチビ、アレンたちと同時期にシルキー・マウの力でドレイクの元に召喚された地上人、アイルランドのダブリンでロック歌手として生計を立てていた。世の中に背を向けて生きているため、負の感情によるオーラ力が強い。新たな地上人3名が参戦するドレイク軍との攻防。機体は初期量産型だが、油断できない戦力。巨大な城を回り込むのに手間取る隙を狙われてしまう。東側に集中する敵の戦力、乱戦に持ち込み、西側の味方が突破してくるまで戦線を維持したい。ドラムロといえど、聖戦士が乗る機体は弱い。
ラリアとの一騎打ちを受けた場合、主人公が地上へ飛ばされてしまうが、拒否した場合はショーが参戦してきて、原作同様に地上へ飛ばされてしまう展開になる。浮上せずにバイストンウェルに残る展開では、連戦で挑むエルフ城での決戦となる制限ターン内に勝利することでエンディングへたどり着くことができる。ショーが抜け、ゼラーナ隊も下がる中、ビキ団の孤独な戦いが始まる。聖戦士で増強されたドレイク軍との戦いは、時間切れとの戦いでもある。制限ターン内に勝てなければ敗北ルートへと分岐するので、エルフ城決戦エンディングにたどり着くためには制限ターン内での勝利を目指さなければならない。敵が東側へ来る傾向があるので、こちらも戦力を厚くする。敵をギリギリまで引きつけてから戦線を作りたい。集中砲火を試みるも、バラウを落とせず。反撃ができない細かい遠距離攻撃でターン数を消費されるのが厄介。
続けざまに制限ターンありの勝負とドレイク軍本体との戦い、敵の数が多くて手ごわいので目標を絞り込み集中攻撃で個別に撃破していきたい。
一人撃破、やはり時間がかかる。 なんとか2人目を撃破。しかしターン数もかなり消費。 ターン消費を抑えたい。 ドラムロがしぶとい。思うようにダメージが入らない。
エルフ城攻防戦、バイストンウェル市において最も激しく厳しい戦いに終止符が打たれた。ドレイクの野望はリノ国の伝承にある聖戦士によって阻まれ、悪しき魂たちはバイストンウェルの地より姿を消した。顧問の世を脅かした戦の時は終わりを告げ、新たなる時が始まるのだった。ガラリアとの一騎打ちを受ける。